十二トイロの更年期体験談。こんにちは、更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。今回は更年期体験談というのでゲストにお越しいただいています。 NPO 法人チェプラ認定生きがいデザインファシリテーター、そしておうち美容家としてご活躍の飯塚佳子さんです。はい、佳子さん、今日はありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。どうぞよろしく、はい、お願いいたします、はい、早速なんですけれども、ちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、飯塚佳子と申します。現在62歳です。私はさっきご紹介いただいたようにチェプラの生きがいデザインファシリテーターをしております。それと人由来幹細胞コスメのブランドを持ってて、はい、それと美容家として活動しております。はい、もう希望の星でございます。ありがとうございます。こんな風に年を重ねたい、ありがとうございます。でもね、美容の道に進んだのも更年期がきっかけだったので、はい、だから本当に更年期って、チェンジオブライフだなと思ってます。はい、ね、本当に、なんか以前ね、はい、体験談をこう別の企画で伺ったことがあるんですけれども、はい、本当にこうチェンジオブライフも人生をより良い天気に、はい、更年期をきっかけにされて行かれたっていうのをもう体験されていらっしゃる方で、はい、今日もお話とっても楽しみにしています。よろしくお願いいたします。はい、はい、ではですね、事前に更年期、体験談のインタビューシートっていうのを記入していただいているんですけれども、はい、そちらを共有いただいてもよろしいでしょうか。はい、私の更年期指数はこうでした。一番辛い時が88点、うん、はい、これは結構高得点ですね。高得点、快脈更年期指数って何かっていうと、更年期症状を自己チェックするシートなんです。で、点数が高い方が辛いっていうこと、そして点数が低いと症状が楽ですよというようなことなんですけれども、50点以上が一つ病院受診の目安になっているというような、そんなシートです。で、88点っていうと更年期障害、日常生活に支障が出る、レベルですっていうふうに言われているわけなんですけれども、時のこのエピソードであったりとか、ご経験っていうのを共有いただいてもよろしいでしょうか。はい、もうこの88点というのは起こりやすくイライラするっていうのが私の場合なかっただけで、それ以外は全てなんか一番具合が悪いっていう状態だったので、もう起き上がれなくって、子供たちは中学生だったんですけど、もうお弁当も作れないし、洗濯物も干せないし、なんか母としてなんかやってあげたいことが何もできなかったので、もう本当に3年間ぐらい寝たきりだったんです。はい、寝たきり、あれ、更年期の、ね、不調ってすごく200から300種類ほどもありますっていうふうに言われているわけなんですけれども、簡略その更年期指数のチェックシートとか10項目ぐらい書いてあるんです。それが、ね、本当にイライラ以外全部が出ているっていうのは、結構もうね、心も体も起き上がれないくらいっていうので。そうなんです。だから朝起きて、朝食の支度もしたいし、子供たちにお弁当も作ってあげたいと思っても起き上がれないんですね。うん、そう、だから、なんかそんな自分にますます悲しくなって、何もしてあげられないと思って、なんか情けなくて、泣いてばかりました。そうだったんですね。そうですよね、なんかこう症状も辛いけど思い通りにならない自分の自己嫌悪みたいなね、二重の苦しみがあるのかなっていうふうに思います。ところがですね、今、更年期を抜けられたということで、
0点、はい、0点というのは症状不調がないよっていうことなんですけれども、ものすごく大きな変化だと思うんです、その変化もその何だろう回復のきっかけになったエピソードとか、何だろう、回復のきっかけになったこと、取り組んだことなどあれば、共有いただけたら嬉しいです。はい、きっかけは子どもたちがママはいてくれるだけでいいから洗っていてって言ってくれて、でそれがすごく心に響いて、でじゃあ寝たきりだけど寝たきりでもできることを探してみようと思って、なので美容本や健康本を取り寄せては、読みまくり、試しまくり、そうこうしてるうちにだんだん良くなってきたっていう感じなんですけれど、その寝たきりの時も、今では笑い話なんですけれど、EMS で腕とか足とか、EMS ってあれですね、腹筋とか、筋肉鍛える、ビクンみたいなやつです。伝わりますかね、やつですよね。具合の悪い時ってやっぱり、腕も凝ったり、したりもするし、あと筋肉もどんどんなくなっていってしまうので、それで EMS を寝ながらしてたんですけれど、今だから言えるって娘が言うんですけど、娘があの頃はママ寝てるのにピクピク動いてエクソシストみたいで怖かったって。なるほど、そうなんです。筋肉への電気刺激ですからね、ピクってなんか寝ながらしてて怖かったって。そういうことをしてるうちに、今だったらね、手ぶら体操とか、すると思うんですけど、その頃はね、まだ力がなかったので、本読んで、なんか、リンパケアしたりとか、いろいろしてました。で、そうこうしてるうちに、それも良かったのか、気持ちも変わったのも良かったのか、あと、年齢もだんだん、更年期障害が終わる年齢に近づいてきたのか、だん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 元気になってきました。なるほど、でも本当にこう、佳子さんといえば、もう更年期のその不調をきっかけに元気になられて、起業もね、されて会社をね、作られたりとか、すごい大躍進というか、本当にこう更年期をきっかけにものすごくこう人生が変わっていかれたのかなっていうふうに思うんですけれども。そうです。私結婚するまで働いたことがなくて、で子育てもすごく楽しくて一生懸命だったので、自分が働くって想像もしてなかったんですけれど、更年期が生涯が済んで元気になってから、寝たきりの時に読んでた美容や健康の情報をブログで発信するようになったら、いろんな雑誌とかテレビから出ませんかっていうお声をいただいて、でいろいろ美容のことをなんか研究しているうちに美容家として活動できるようになって、で自分が更年期障害で寝たきりの時にお肌もボロボロで、で余計鏡見ると悲しくなるなんですけど、エステサロンや美容クリニックに行きたくても具合が悪くて行けない、だったので、そういう時のそういう方のためにお家にいながらエステ級の美肌になれる化粧品を作りたいなと思って、それで人嫌い幹細胞コスメを立ち上げたんです。じゃあそしたらですね、多分このセブラチャンネル見てくださっている方々、更年期の渦中にいて、辛いなと感じていらっしゃる方とか、なんか本当に出口があるんだろうかみたいにね、こう思われていらっしゃるという方もいると思うんですけれども、よかったら一言メッセージをいただけたらありがたいです。体調が悪い時はあれもこれもできないって思いがちなんですが、そうではなくて、それでもできることがあるので、できることを探して、それに一生懸命になるのが
いいと思います、はいはいはい、でもう必ず、うん、あの更年期は通り抜けられるので、はい、でその渦中にいるときは私もね50歳まで生きられないんじゃないかって思って、うん、あの家の写真撮ったぐらいそうですか、うん、だったんですけど、うん、通り抜けたら、うん、なんか若い頃と変わらず元気みたいな、はい、なったので本当に更年期は、うん、あのね、皆さん大なり少年になりますけれど、うん、必ずその更年期は終わるので、はい、心配しないでゆっくり、うん、なさってください。すごい希望になります、はい、ありがとうございます、はい、すごい、あのできないことじゃなくて、はい、できることを探す目を向ける、自分の子も本当に何だろ もう自分自身を追い詰めちゃうっていうのがまた一つ辛いことかなっていうふうに思うので、あの本当に素敵なメッセージだなと思いました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。更年期ってとってもあの個人差が大きいです。でそして症状の種類もすごくたくさんあります。なのでとってもなんだろう、人と比べるっていうのが難しかったりとか、また話題にしづらかったりとかするテーマだというふうに思います。なのでなんかこういうふうに体験を、はい、あのシェアしていただけることは本当にとってもありがたいです。かこさん今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。チェブラチャンネルでは更年期をよりご機嫌に快適に過ごしていけるようなヒントやアイデアを発信しています。症状別の対策ケア、エクササイズやまた栄養のことを日頃の生活の中でできるセルフメンテナンス方法などなど発信をしていますので、よかったら日頃の健康づくりにお役立ていただけたらとっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。